小塚区は、香港、九龍東部に位置し、三、堤区にある住宅、工業地。香港では、最も所得水準が低い地域と言われている。政府の建てた高層団地が多く、その仮想会には、商店が連なっている。地下鉄館、堤線の牛東角駅が、最寄り駅で、バスの便も多い。当代、花園1950年代から1970年代に、 かけて工業地区として発展した。1980年に一大住宅地区である東大火園が建設されてから住宅地としても発展。もともとこの地域は醤油の生産工場があったところでもあった。また名前の小塚区は急流湾が埋め立てられる前は牛の角に形が似ていたことに由来する。2003年春、中国関東省から発生したサーズが香港をも、 石鹸。小ズ角が香港で一番感染率の多い地域となった。中でも東大花園のイーザが一番多く、10日間住民を隔離した後、全面消毒してから住民は帰ることができた。2006年4月11日、池形炉付近のマンホールなど3件のガス爆発が発生。3件とも比較的近い場所で起きたため、被害が拡大。 この爆発により開いた穴に89歳の老人が落ちて死亡するなど多数の死傷者を出した。ありがとうございます。